基本操作のご説明をします。電源をオンにするには電源キーを長押しします。画面をスリープ解除するには電源キーを押します。ロック画面から画面をスワイプしロックを解除します。続いてボタンのご説明をします。電源キーは電源をオンにします。音量キーは音量を調節します。ディスプレイは指で触れて操作します。バックキーは一つ前の画面に戻ります。ホームキーはホーム画面を表示します。アプリ使用履歴キーは最近使用したアプリを一覧表示します。タップは画面に軽く触れてすぐに指を離す操作のことを指します。スワイプは画面内で表示しきれないときなど画面に軽く触れたまま目的の方向へなぞる動作のことを指します。